これでいいのか、リュークの一軍再登録。先日の神宮ヤクルト戦で、今年のドラフト1位、中地投手は先発をしましたが、1回で緊急降板をし、そのまま登録抹消となりました。その入れ替え選手として一軍に昇格したのがリューク。リュークは開幕して一軍に上がって出場はしていましたが、打撃の方で思ったように活躍ができず、現在二軍というところにいました。打撃の改善ができたから一軍に昇格したということなのでしょうか。成績を見てみると、二軍にいた期間ほとんど打てていません。開幕一軍から二軍に降格して、この昇格するまでの間ではなんと20打数2安打0割1分9厘という打撃の成績でした。現状ドラゴンズの一軍で必要な選手としては、とにかく得点力を高める打撃力のある選手ということにはなると思います。確かに内野の守備エラーが多いというチーム状況を踏まえて守備固めをしなければいけない部分はありますが、それよりも緊急事態なのは得点力不足にあると思います。Ha ha ha.